こんにちは。ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙です。本日は、天神のアクロス福岡の向かい、水郷天満宮横の小道にある、行列のできるサバ定食のお店を紹介します。天神の会社員の方々や買い物客、噂を聞きつけた観光客までが行列を作る人気店です。渋い通りだな。博多名物うまかもん通り、といって、小さな飲食店が軒を連ねています。こちらがご紹介する、食事と酒どころ、誠です。店構えは地味で、目立ちませんが、お昼時は、お店の前に行列ができていますよ。ランチメニューは、サバの一枚焼き定食、900円のみです。人数を伝えれば、自動的に定食が出てきます。1階はカウンター席と、小上がり、2階にも席があるようです。サバは、注文があってから焼き始めます。最初にすぐ出てくるのは、お茶と冷ややっこと漬物です。そして、サバの一枚焼きが登場。これが博多名物、サバの一枚焼き定食なんだね。サバの半身の一枚焼きです。ムラなく綺麗に焼き上げられています。黄金色だね。サバは、油が乗った旬のものを買い付け、ストックしているので、一年中美味しいサバをいただけます。パリパリ、サクッと崩れる、香ばしい薄皮、じゅわじゅわジューシーな、ハラミの部分がたまりません。甘塩仕立てなので、サバの旨味をストレートに味わえます。サバのステーキって感じだな。ご飯とお味噌汁も美味しい。ご飯は、おかわり自由です。食べ終わって、店を出る頃には、定食は売り切れてました。福岡県民が大好きな博多名物は、ごまサバだけじゃなかったんだね。昔から天神で外せない、鉄板ランチ用。それでは、ご視聴ありがとうございました。